第3回特別展尼崎市政文化財生花のギャラリートークの方を始めさせていただきたいと思います。尼崎市文化財保護条例というのを制定しまして、尼崎市指定文化財というのを対象に指定したのが昭和58年のことでした。総数にしますと59件うち4件が県指定文化財になっておりますので、55件の市指定文化財がございます。で、まあ、今回40年ということにもなりますので、普段あまりこういったものは一堂に会することはございませんでした。で、それぞれの文化財のご所蔵の皆様方に趣旨をお話をしまして、いくつか実物をお借りすることができました。現在そのものは前期と後期ございます。で、今始まってます前期の方で、10月1日から11月30日まで寺院神社がご所蔵の文化財をお借りした展覧会になっております。最初のコーナーは絵画彫刻ですね。市内の神社や寺院に伝わる中で、やはり仏教あるいは神社の儀式ともにお使いになられるようなものを中心に頂けさせていただいております。こちらの寺町にあります浄寺さん自然宗のお寺でございます。で、こちらのご所蔵の涅槃図ですね。お釈迦様が入滅、つまりお亡くなりになるシーンですね。右手を枕にして頭を北向きにされて横たわっていると、周りに仏様の弟子であるとか、あるいはいわゆる人ではない天ですね、とか、まあ、下の方ですね、さまざまな動物なんかも描かれております。このサラソ宗樹という木の元に、横たわっている姿で周りに嘆いている人々で、釈迦の入滅が陰暦で2月15日というふうに言われております。実は上の方にちょっとね、消えてるんですが、満月がね、実は描かれております。で、こちらの方にはこの釈迦の入滅の話を聞いて、天上からですね、マヤ部人というお母様が駆けつけて、来られるところが描かれてまして、周りには嘆き悲しむ人、あるいはこちらの方はもう気絶をされてるんですね。で、気絶をしている人にこちらの方が水をこうかけてあげたりとか、さまざまに見ていきますと細かな点で非常に面白いと言いますかね、いろんな、人々が描かれてますし、先ほど言いました動物ですね、よく見ると蛇みたいになりますし、まあ、こういう作品は涅槃絵あるいは上洛絵という形で、法要が行われる際にかけられたりしていることが多いようです。こちらの作品は非常に大きなものですので、日常的にこう出されるということはあまりないというふうに受けたまっておりますけども、これそのものは、ちょっと見えるんですけど、裏書きがですね貼ってありまして、いついつ修理しましたよということが実はここに書いてあります。で、それによりますと、A6 年間という年号が最も古いものがありまして、大体作風からしまして A6 ですから戦国時代の終わり頃、織田信長が出てくるか来ない、上洛するかしないかという頃に、どうもこちらは作風からして作成されたものではないかというふうに考えられている作品でございます。市内にもこういった涅槃像をお持ちのお寺さん他にもあるのですけれども、こういうまあ戦国期に遡るような作品をお持ちのは現在分かっているところではこちら浄恩寺さんだけということで、尼崎市指定文化財が最初に指定された時の複数指定されているんですが、そのうちの一つがこちらということになりまして、もちろん当館でも初公開、一般にこういった形で貸し出されて見せていただくこともおそらく今回が初めてになるんじゃないかと思いますので、ぜひごゆっくりご堪能いただければと思っております。仏像はそのものが本館で展示されるのは今回初めてという形になります。で、まずこちらはそのうちの慈伝寺様ご所蔵の11面観音菩薩立像という一木造りということで、この辺のこの洋蘭という、これは後からつけたもんですけども、11面ですので、この上に化仏というね、ちっちゃいお顔が10面ついてるんですが、これも全て、から腕の方の飾りの部分を全部刻み出された石木造りと、内栗はないということで、平安時代の仏像ですね、平安時代の仏像も市内ではあまり多くなくって、そのうちの一つということで、少し、なんていうんですね、体を少し軽く傾けた形で、立っておられる姿、恩賀な姿で、平安時代の
そういった仏像の特徴を示すものということで、市指定文化財に指定をさせていただいております。白衣観音寺さんがご所蔵の毘沙門天立像でございます。で、こちらも一木造り、大変重たいものですね。宝刀を持っている姿が多いと聞いているんですが、こちらはこちらの劇ですね。こういうのをここに実は刺して立って、で、足元は邪気を踏みしめているという姿です。まあ、こういったものがどちらのお寺様からも外に出ることはなかなかございませんので、ぜひこちらの方はゆっくりまたご堪能いただければというふうに思っております。法華宗大本山の本光寺さんがお持ちの、開放優勝という戦国時代、安土桃山時代から江戸時代の画家、絵師の方が描かれた作品で、6曲1層ですね、の屏風で、それぞれ1線ずつ図がですね、貼ってある教え張り屏風というんですけど、中の、描かれているのは左隻の方、向かって左の方は牛ですよね。からこちらは中国の伝説上の人物にもなるんですが、西王母と逃亡作という人から、こちらちょっと課題よくわからないんですが、唐の人物2人という、で、右隻の方になりますと鴨と、これは、詐欺ですかね、から、こちらは山水から、こちらは梅と松という、まあ、それぞれ組み合わせた形、一文字時代か江戸時代に活躍した絵師さんの作品という中で、一つの絵の流派の、まあ、創始者になられる方ですけども、もともとは滋賀県近江の国の武士の出身だったようでして、近江の国浅井氏の家臣のうちに生まれて、まあ、長男じゃなかったので、東福寺だったかな、京都のお寺に入って修行をされているうちに、ご存じの通り、まあ、浅井氏滅ぼされてしまいますん でその時に一族も亡くなってしまったので、武士としてまた戻って、再興を図ろうとするんですけども、結局、まあ、画業に専念する形になって絵師として活躍するという、まあ、経歴があるようですので、若干その活動年代が遅いということを聞いております。で、こちらの作品はだいたい慶長10年頃、徳川家康が江戸に幕府を開いてから以降の作品かなということで、例えば人物にしましても、この、日本画の特徴はこういう輪郭線をこう描いていくんですけども、こう一気にこうシュッと描いて、で、なるべくですね、省略させるという形から、この人物なんかもそうですけども、なんか風をはらんで膨らんでるというか、で、袋人物というふうな言い方をするようですが、これは中国でそういうやり方をする絵がありまして、それ今習ってるということですね。それとあと目なんですけども、目も結局ですね、もう点を打ってるだけということですね。そういう特徴があるようですけども、ただ同じ人物でも、こちらの逃亡作の場合は線のやり方、こちらはですね、割と大胆にシュッと描いているのに対して、こちらはこう割と丹念に描いているという違いも見受けられるかと思います。ちなみにこの西王母さんですけども、中国の、神さんっておかしいです、女神さんの親分さんみたいに、西の方の崑崙さんですかの、親分さんで西王母で、東の方に東王府というのがいたみたいですけども、なかなかそういったのは作品として描かれなくって、桃なんか持ってあって、で、伝説ではこの逃亡作っていうのは漢の武帝に仕えた人らしいですけども、桃を持った姿というのは結構多いようですけどね。ですので、まあ、おそらく西王母に対しては、ね、これは逃亡作という人だろうというふうに課題を推定をさせていただきました。自害にお出しになることはそう多くはないと思いますし、まあ、6曲一層屏風ですので、こうやった形で出させていただいている機会もなかなかないかと思いますので、ご堪能いただければというふうに思っております。お寺町の浄恩寺様ご所蔵の、日蓮聖人中賀山という日蓮宗の宗祖の日蓮さんの生涯を描いた絵巻があります。日蓮さんの生涯を描いた絵巻というのはあまり作成されてなくって、戦国時代頃にこの中賀山という形の日蓮さんの生涯の伝記ができて、それに対して絵がつけられて、こういう日蓮聖人中賀山という作品がどうも作られたようです。で、その原本は今どうもないようですけども、最古の写しが京都の本国寺という、そちらにあるものが最も古いもので、これはその本国寺本の比較
較的まあ忠実な写しということで、年号は天正十何年かということで、もう秀吉豊臣時代の頃の作品になります。でこれ第1巻です。何のシーンかというと、要するに日蓮聖人の生涯ですので、お生まれになるところですね、お母様ですね、この方が。で、日輪をこう日々拝んでおられると、まあ、夜寝てる時に火がこう差し込むと。でそうするとこちらギリギリですね、日蓮聖人が生まれたと。でちなみにこちらはですね、会期中に前半後半にあちらは変わると言いましたが、こちらはもっと頻繁に出す部分はやはり作品の関係もありますので変えていこうかということを考えております。おおむね2週間程度になるかと思うんですけども、まあ、前巻をねご覧いただくことはなかなか難しいと思いますけども、日蓮聖人の、まあ、有名なエピソードの部分なんかを中心にまた出していきたいなというふうに思っておりますので、こちらもぜひ次回をこうご期待という形にさせていただきたいと思っております。またこちらも浄恩寺様ご所蔵ですけども、正面に日蓮聖人の手紙、宗門の方では一般的に音御前、母御所と、音御前という名前の女性のに対して日蓮聖人がお書きになった手紙というものと、こちらも宗門の方ではこういう平に置いて開くという方は大変失礼な形かもわからないですけども、展示レイアウトの関係でこうさせていただいておりますが、日蓮聖人が編み出されたという俗に髭名号という南無法蓮華経という文字を書いて、周りに諸尊の名前を書いて、その下に年号から顔を書いて、これをまあご本尊として皆さん拝まれるという、この2つをまず最初にご紹介をしたいと。いずれも浄恩寺様ご所蔵のものでして、その日蓮宗の専門のご研究先生にご覧いただいて、これは日蓮のものですねということで、確認させていただいたんですが、市指定文化財としてこちらを指定する価値というのは、そういうもちろん日蓮さんのものだということも当然あるのですけれども、尼崎の歴史にとってどういう関わりがあるのかと。実はこちら裏書きがありまして、裏の張り紙がありまして、安土桃山時代から江戸時代にかけて浄恩寺さんでは、本堂多宝塔とかさまざまな伽藍の建築が行われまして、建造物にはいついつ建てましたよっていう棟札というのがあるんですね。で、浄恩寺さんの建造物の棟札を見てますと、まあ、世主といいますか大壇仏といいますか、滋賀県に甲賀というところがありますね。忍者の甲賀に谷ですので、甲賀谷か甲賀屋かわからないんですけども、又左衛門政長という方が浄恩寺さんの伽藍の建築の、まあ、いわばスポンサーとして名前が出てくるんですね。でこの2つも実は裏書きを見ると、その方が浄恩寺さんに寄進をされたということが分かっております。江戸時代初めにの初期の浄恩寺さんの、まあ、再建に非常に密接に関わる作品という、そういった視点で、今回その市指定文化財としての価値があるんだということで、展示をさせていただいております。どうもですね、これ見たところ元々のその一連の運ではなくて、ちょっと中身が切れてるかもわからないなというところもあるかと思います。まあ、そういったこともですね、こういう実物をご覧いただいたことによって研究が深まっていくと思いますので、ぜひそういったところもまたご注目いただきたいと思います。続きまして、手前にこのね、お軸が5点、こちらはまた同じ日蓮系ですけれども、法華宗本門流の本光寺様ご所蔵の本光寺文書ですね。指定文化財としては実は49点の古文書があるんですね。でそのうちの10点を今回お貸しいただいております。基本的には江戸時代前期以前のものを市指定文化財として指定して49点になっております。でそのうちの一番古いであろうと思われるのはこちらの細川勝元の書状になります。かの室町時代、まあ、戦国時代と言ってもいいのか分かりませんが、毛人文明の乱という戦乱がございました。でその時の東軍の大将が、細川勝元でした。この細川氏というのは、まあ、代々摂津の国を、まあ、守護として治めておりまして、でこの勝元のおじいさん、当時の将軍が足利義満やったんで満という字をもらって光元という人がいました。でその細川光元さんがこの
本興寺の開山の日流さんに大変帰依をされてて、尼崎に本興寺を作るときに三本の、まあ、助力があって、伽藍が創建されたという自伝がございます。まあ、そういった関係でこの細川氏の文書があるのかなと思うんですけども、内容はですね、なんか山名これとよという人の頼み事があったんで、なんとか聞いてくださいね、お願いしますよということを畠山殿という人に頼んでる文書です。で、山名っていうとやっぱ西軍の大将の山名宗全というふうに思われがちなんですけども、実は山名氏も複雑でして、東軍西軍に分かれて対立するんですけど、山名氏の中にもですね、実は東軍に味方する人がおったんですね。宗全の息子の山名これとよという人でした。で、ですのでおそらくこの文中に出てくる山名というのは、いわゆると敵対した宗全ではなくって、その息子のこれとよのことなんだろうなというふうに思われます。で、さらにこの畠山も結局このうちの分裂が応仁の乱の一つのきっかけになったと言われています。畠山正長という人と、政治の政と長いという字から義理の義と、就職の就という字、昔は義成と呼んでたんで今は義弘と呼ぶようですけども、この二人が畠山の家督をめぐって争うんですね。で、正長が東軍方ですので、で、勝本の後の関連になったりとかするわけですけども、おそらく関係性からいったらこの畠山殿は畠山正長の方なんだろうなという推定ができます。で、ただこの時代の手紙はそうなんですけど、年号がありませんので、どういった出来事、どういった内容を具体的に頼んだことがあったのか的なことは背景になる文書は他にありませんので、これ以上のことは分からないですので、まあ、一応古い文書ということで一番最初の文書になっております。で、以下ですね、時代順に今回お伺いした文書の中では、塩川国光から細川晴元から室町幕府から池田勝政という、これらの人々あるいは組織が出したいわゆる禁税ですね、政策と思いますを今回4つ並べております。で、実は本興寺文書の特徴というのはこの禁税がですね非常に多いということなんですね。全49点中21点禁税でした。で、禁税とは何かというと、これも文字通り、してはいけないこと。例えばこれですと塩川国光ですと、当て自分の軍勢の夜行図人が乱暴狼藉してはいかんよとか、陣取りをしてはいかんよとかね、兵糧米とか野戦をかけてはいけないよという、まあ、戦乱、主に戦乱なんかで不法行為を行わないようにするという、そういった形の条文が多いんですけども、そういう禁税ですね、これ紙も出されるんですけども、木に書かれて掲示をされたりということももちろんあったりしますし、現物が残ってたりするんですけども、まあ、これらは全て紙ですね。で、こういったものは政策あるいは禁税というふうに言われておりまして、まあ、有力者がですねその地域で、まあ、有力なお寺あるいは地域ですね、町とか市場とかそういったところを対象にこの禁税を出していくんですね。で、このその禁税が本興寺さんにはですね全部で49点中21点というすごい大阪で、あるということはですね、これはいかに当時の尼崎という地域の重要性、とりわけその中でも本興寺さんの重要性というのが裏付けられるなという形になります。で、合戦はね、戦国時代この辺頻繁にやりました。で、いろんな勢力が入ってきました。で、これはですね、禁税はまあ、いろいろ説はいろいろ考え方あるんですけども、出す方の武士、例えばこちらの塩川国光、細川晴元が主体的に出す場合と、もらう方本興寺さんが逆に出してくれとお願いする場合と両方側面がありまして、で、もらいに行く場合が結構あるようなんですね。で、もらいに行く場合には当然タダではもらえませんので、何がしかのものを持っていく、まあ、当時の言葉では冷戦と言ったりするんですけども、引き換えにこう金税をもらって自分たちの、例えば本興寺さんの本興寺の境内を戦乱からこう守ると。
で、まあ、そういったことを考えると、まあ、それだけ、財力も豊かであったということが逆に裏付けられるなというふうにも思われます。で、金銭もいろいろ種類ございまして、これは例えば三箇条ですよね。で、これ三箇条です。で、ところがこちら室町幕府の金税は 1,2,3,4,5 箇条、こちらも5箇条と。で、これ理由は定かではないんですけども、金税は基本的に奇数だそうです。3箇条か5箇条か7箇条で見てるとですね、例えばこちらの金税なんかですと2条目にですね、付けたりって言ってね、付属するみたいな形で、ここは陣取り寄宿のことで、付けたりで竹や木を伐採しちゃいかんやと。全く内容ちゃうから、もう1条すればいいやんと。そうすると4条になってますので、傷にならないということで無理やりこうつけたりになったのかなとも思うんですけれども、岩戸市へと尼崎城下絵図ですね。こちらは、市内の木舟神社さん、こちらがご所蔵の城下絵図でございます。こちらはですね、遠方頃とあります通り、江戸時代初期のどうも遠方頃に成立したんではないかと考えられる絵図面ですね。桃色になっているところは町人地で、白いところが武家地で、赤が社寺ですかね。から、お城はこの一角ですけども、お城も近くで見ていただくと分かるんですけど、石垣は結構丁寧に描かれている。で、これはですね、江戸時代初期に、戸田氏兼が尼崎城に入って城下建設をしますけども、その後も戸田氏の後も青山氏が入った後も城下建設が続けられて、例えばここに築地というのは、これは戸田氏の頃はなかった頃ですけども、築地ができたりとか、あるいは中国寺というね、大阪と西宮を結ぶ街道が通っておりまして、その街道に面してお城があったんですね。ですので初期の頃はその街道がお城のこのすぐ南側を、この城下の中を通る構造やったらしいです。で、そうするとですね、まあ江戸時代の初期ですから、参勤交代とかありますんで、大名、西国大名を通っていくんですけども、その時にこう城の中通られるのはちょっとまずいなということもあったので、漢文年間という四大将軍の頃にですね、まあ、街道の付け替えとかが行われて、北の口なんかも整備されたりとかで、この元々あった街道、この南側の築地の方にこう迂回させて、で、さらにこの西の口という木舟神社の少し西北の方から街道が抜けていく形だったのを、この門を廃止して新たにこの竹屋御門という門を作って、で、道をこう付け直した。で、さらにこの道を付け直した部分には新たな町屋ができてくる。で、堀の外ですので一応城外になります。城外にある屋敷、出っ張ってる屋敷で、まあ、出屋敷というようになるわけですね。まあ、それが付け替えを行えた後の図面ですから、基本的にこの漢文年間のベースになってるけども、まあ、遠方頃になるのかなというふうな推定になってるかと思われます。こちら浄恩寺さんの古文ですね。今回浄恩寺さんも多いですけども、浄恩寺文書は、市指定文化財は8点の古文書を指定しております。織田信長の、まあ、金税ですね、こちらも 1,2,3,4,5,6,7 箇条ありますけども、こちらは通常の金税とはちょっと異なってまして、摂州尼崎市場辰巳にある浄恩寺、法華寺、建立につき上場ということで、既存のどっか場所ということよりも、建立されるにあたっての、まあ、禁止事項みたいなイメージで書かれています。で、ちょっとね、読み取りにくいかもわからないですけど、有名な織田信長の天下布武という印文が書かれた朱印状が押されております。壇上の地ですね、なります。で、内容的には冒頭陣取りとかね、兵具を対して入ってはいかんよという通常のそういう戦乱時でのこの内容に加えて、国自治、所自治といったような、これは経済的な禁止事項ですね。これ現在と物の所有観念が違いますので、金銭貸借があって、借金、借財があった場合、返済期限が来てもその人からお金返してもらえないとき、どうしたかっていうと、その人と同じ地域出身の人から分取ることができるという、今では考えられないことですけど、まあ、そういったようなことを禁止するとか、それから、特性免除であるとか免許であるとか、まあ、そういった経済的な条項も入ってるんですけども、要は、
織田政権としては、もう当時元亀3年ですので、信長上洛した後で織田政権という形で言っていいかと思うんですが、浄恩寺さんの建立、再建になるんでしょうけども、を全面的に支援しますよといった意味合いですね。で、関連するかどうかわからないのですけども、他の資料を見ますと、織田信長が上洛した翌年だったと思うんですけども、上洛直後には堺に矢銭をかけて徴収するというのがあったと思います。有名な話が。で、細川領劇というのを見ますと、翌年に今度は尼崎にも矢銭を徴収するために軍勢を派遣するらしいですね。で、派遣するんですけども、尼崎の町衆がその軍勢ととあることで喧嘩になってしまって、で、喧嘩した結果なぜか尼崎衆が勝っちゃったらしいですね。で、勝ってしまった織田勢が報復のために尼崎の町衆を焼き払うっていうことがありました。浄恩寺と如来院を除く四町が丸焼けになったと、その記録には書いてありますので、こうやって支援していることを見ると、もともと支援するために浄恩寺は焼くなと言ったのか、あるいはたまたま焼け残ったのかわからないですけども、そういう尼崎との歴史のゆかりを、垣間見ることができる文書ですね。こちらが九禅案という、口に宣言の案と書いて九禅案という、いわば辞令書みたいなもんですかね。日珍という方、この時の浄恩寺さんのご住職、日珍さんを法院に叙すという、法院というのは宋の位ですね。法院、法源、法教だかな、そういう順番だと思いますけども、いわば一番上の位に任ずるよという朝廷の命令書ですね。からこちらの文書は浄恩寺承認御坊、時期からしてこの日珍さんにあたるわけですけども、に対して、天下太平国家安全の祈祷を祈りなさいよという命令、この時の天皇は御用勢天皇ですね、の命令を伝える臨時になります。つまりこれでもって、国家的な安全を祈願しなさいということで、直願書という形になるわけですけど、直願書という形になるわけですけども、いずれも朝廷が出した文書です。で、朝廷が出したこういった文書はちょっと色が濃いんですよね。これ紙をすくときに墨をあえて加えて薄墨紙を作るらしいです。もともとはですね、保護紙だったんですけども、朝廷の出すこういった臨時とかそういったものはあえてこう色をつけて、作られるというのは一般的になっております。お寺もらう側のお寺様にしては自覚が一番ね、保証される文書ですし、こちらはそのご住職さんの、いわば最高位へのこの、位を与えるという非常に貴重なものになります。こういった2つが伝わっておりますし、最後はですね、こちらはあんまりね、表現紙なんかでは紹介されてるんですけども、地域の歴史の上であんまりね、よく取り上げられてない文書ですので、あまり内容的には知られていることはそんなないんですが、元宝霊山という禅僧からのいわば手紙です。で、石徳というのは漢文で書かれた、禅宗というのは中国から移入された宗派ですので、割とこういった漢文的なもよく使われるんですけども、手紙なんですが、内容はですね、冒頭に大光大相国入党、入る党と書いて日党というんですけども、日党愚部云々とありますのは、つまり豊臣秀吉大公がですね、中国に行くっていうことですから、いわば朝鮮出兵ですね、のために以前名古屋に行く、天正20年ですかね、その時に愚部を命じられて、で、この元宝霊山としては先行して尼崎の浄恩寺に行って待ってたらしいですね。で、その時に浄恩寺の、商人の日珍さんにお世話になりました、ありがとうございましたという手紙のようなんですね。日珍さんという人が浄恩寺の、いわば再建にかなり尽力をされた方でして、歴代は一応分かってるんですけど、日珍さんの前の方の歴代は年代がちょっと飛んでるらしいですね。なので、ちょっとその辺は浄恩寺さん少し疲弊したのか分からないんですけども、この日珍さんにご尽力によって再建されるさまざまな人々との関わりを持っていただろうことは当然想定されますので、結果として織田信長からもこういう金税もらい、あるいは法院にも助され、直眼にもなれと、になりと。で、さらにこの元宝霊山という方、あまり知られてない方ですけれども、
江戸幕府 の、 あの政治顧問として、金地院崇伝という方がいらっしゃって、維新崇伝という、その維新崇伝の師匠にあたる人 で、 でこの時期の禅僧というのは外交にも結構関与してました。でこの人は豊臣秀吉の外交担当僧みたいな仕事をしていたようですね。ですので朝鮮出兵の時にはそういった外交僧も伴っていったと、そういった人ともですね、日清さんが関わり合うということが分かる資料ということで、なかなか面白い資料だというふうに思います。でまずこちらの展示ケースには、これまた浄本寺さんのものですけども、ワニ口運搬というです。こちらワニ口3点ですね、から運搬。ワニ口っていうのはお堂の前にあって、こう棒を鳴らすやつですね、紐がついて。でこれ面白いのは、これもね、あと釈文、本国あるんですけど、この周りにですね、文字が書いてあるんですね。でこの文字を読むと、全部ですね、別のところにあったものをどういうふうに流通ルートか分かんないですけども、浄音さんがいわば取得されて、宝物として伝わってるもので、この辺にね、文字が書いてあるんですよ。でさらにこちらは運搬というやつ。これはあのお堂に吊るして、で主に食事の時間だよという、ここを叩いて知らせるやつだし、だからここちょっと叩いた跡があるんですね。でこれもね、あのちょっとこれ分かりにくいんですけども、あの洋国で、もともと豊後の国、今の大分県のどっかにあったやつであると。でこの辺にあの陰国でですね、入ってきた経緯が書かれております。でその中にまた日珍さんという方も出てくるんですね。いわゆる銅鐸ですね、考古史用ですけど。でこれもあの事前によると、松寺があった、淡路島の、お寺から奉納されたもんだと伝わってます。弥生時代の、祭具っていうんですかね、流水門と巨子門があるもんですけれども、こちらはですね、銅鐸ですけども、あのいろいろとこれを文献を調べてみますと、昭和初年に皆さん明石原人ってご存知ですかね。昔明石であの、明石原人っていうあの、旧石器時代の人がおったんじゃないかっていう骨が見つかった、その骨を見つけたっていう名浦さんっていう方が、在野の研究者ですけども、これもお調べになったらしくって、で本校さんでこれの聞き取りをどうもしたらしいですね。そうするとお寺ではこれどういうふうに使われたかっていうと、年2回の法要で使用されたらしいです。なので結構ですね、使用痕があって、あの摩耗してまして、なかなかこの文様が分かりづらいんですけれども、あの市内からはですね、銅鐸は出土してはないんですけども、これ伝製品で伝わってるというかね、あのそういう意味では本校医さんの歴史とはあまり関係はないのですけども、まあ、あのそういう古代の歴史を今に伝えるものということで、今回こちらもお借りをさせていただいてます。まあ、そういったものから古代の日本の歴史も恩義を馳せるような作品が史指定文化財であるということで、ご紹介させていただきました。こちらは大島の宝珠院さんがお持ちの、向かって左手の方が豊臣秀吉の木像と、豊臣秀吉がこう尺を持って頭に冠をかぶって、まあ、遺憾即体の姿、それ入った厨子ですね。からこちらは桑山重治という方が入ったお像とその厨子になります。でですね、注目すべきは、まあ、こちらのこの、ちょっと分かりにくいですが、周りのですね、華麗なですね、あのこの蒔絵のこの厨子ですね、から扉に人物が書いてます。でこれが誰なのかというのはですね、一部の業界では注目の的でして、実はこの同じワンセットでこの桑山重治という人は、あの尼崎との関連はあまりない人です。あの秀吉の家臣だった人ですけども、最後はあの紀州和歌山の方の上司とかになるんですけども、その後子孫は大和の国に移ったりしますが、隠居寮として三崎町、大阪府三崎町に田名川っていうところがあります。ここに あるお寺、立院というお寺に、あの厨子は違いますけども、秀吉の木像と桑山さんの像とワンセットで座ってるんですね。でさらにもう大阪に三五寺っていうところにも同じこのワンセットがあるということで、なんかこのセットでこうあるのは意味があるんじゃないかと。
ということで、前大阪城天守閣の北川さんがお調べになったところ、秀吉が亡くなった後、報国大明神という神さんになって、ところが、豊臣氏は滅んでしまいますけども、徳川氏が政権を取った後、今度家康が東照大権現という神さんになって、各地に東照宮ができると。同じようなことが秀吉の時代にも報国大明神ということで、各地に報国者ができていったんじゃないかと。で、その時のいわば心臓がこれに当たるんじゃないかというふうな論を立てておられます。でただですね、じゃあなぜそういったものが尼崎、しかも尼崎の大島という、いわば、もう軍も違う川辺軍と武後軍の違いで、今は尼崎市ですけども、全然違うところに伝わったのかというところはもう一つよく解けてないところがあります。で、最新の研究はこの扉のこの人物ですね、どっちかやったかな、どっちかがこの桑山重治で、どっちかの方がその三崎町のお寺の住職だというふうに言われています。で、この姿をこちらの人物とかに合わせると、どうもやっぱ桑山に似てるねっていう話はあるようです。じゃあそこにそうすると、なんでここにその三崎町のお寺の住職の部屋が書いてあるのが尼崎にあるのかという、また謎が深まってしまうというね。で、ここ最近その研究成果を知りましたんで、これ謎が深まったということを説明していいのかどうかよくわからない悩みがあるんですけども、未だ研究途上ということですが、こちらもですね、たまに展覧会にご出品になられることはありますけども、こういった形で公開することは本館では初めてになりますので、ぜひこちらもご堪能いただければと思っています。というわけで、非常に雑多な説明になりましたけれども、今回の展覧会の私のギャラリートークの終わりです。